キスマイフット2の横尾渉さんが先週発売の写真誌フライデーに一般女性との交際を報じられました。しかも堂々と交際を認めたのです。都心のど真ん中に多くのアーティストやアイドル女優たちが暮らす人気のタワーマンションがあります。七夕の日、そこに漆黒のヤマハのバイク TW の隣に立つキスマイフット2の横尾渉さん35歳の姿がありました。メガネにマスク、キャップを身にまとい顔はほとんど見えませんでしたが、ディオールのバックパックトンが財布を持っていた横尾渉さん。歌が下手、演技もいまいち、滑舌が悪いと自他ともに言われている横尾渉さんは他にないポンコツキャラで有名です。後輩のジャニーズジュニアの子たちにも、なぜ横尾さんはキスマイに入れたんだろうと言われるくらいなのだとか。キスマイフット2としてデビューした後も高い人気を誇る北山宏光さん、藤ヶ谷太輔さん、玉森裕太さんに肩を並べることのできないいわゆる B 群の扱いでした。しかしそんな彼を救ったのがジャニーズの大先輩である中居正広さん。横尾渉さんをはじめ宮田俊哉さん、二階堂隆さん、千賀健人さんのキスマイフット2のポンコツと言われている4人でブサイクとしてユニットを作ったのです。もちろんプロデューサーが中居正広さん。もともとブサイクを結成したきっかけは2013年10月5日放送のキスマイブサイクに中居正広さんがゲスト出演した時のこと。キスマイフット2ではフロントメンバーの北山宏光さん、藤ヶ谷太輔さん、玉森裕太さんに比べて横尾渉さん、宮田俊哉さん、二階堂隆さん、千賀健人さんの後列4人が注目されない状況であることを言及し、4人だけで歌を出すことを提案したのです。さらに中居正広さんが楽曲の提供も申し出ました。その後12月13日にファーストシングル棚からぼた餅でブサイクが始動し、翌年である2014年4月21日からは音楽番組宴にレギュラー出演するなど、ブサイクとしても活躍の場を広げていきました。ブサイクの活躍によりどんどん人気が出た横尾渉さんは、一級マグロ解体師の資格を取得したり、料理雑誌に登場したり、人気バラエティ番組プレバトーで俳句の名人になったりと、さまざまなメディアに出演する機会が増え、いつしか売れっ子に上り詰めたのです。そんな横尾渉さんは今回キャミソル風のワンピースを着た女性と一緒にいるところを報道されました。うっすら赤みを帯びた白い肌がセクシーな新川優愛さん似の美女です。横尾さんは愛車 TW のシートに段ボールを数個乗せて書類に目を通していました。横にいる美女は直立不動で熟読する彼を心配そうに見つめていたが、しばらくするとニコッと笑って何やら言葉をかけ、そばから離れたといいます。振り返りもせずタワマンのエントランスに入っていく彼女を、横尾渉さんは段ボールを抱えて慌てて追っていました。まるで新婚夫婦のような微笑ましい2人。この報道について記者が横尾渉さんを直撃した際には、先日美女とお泊まりする姿を拝見しました、お付き合いされてますねという質問に、ああそれは事務所に問い合わせてもらえればと思いますと答えていました。さらに彼が手に持っていたペットボトルのお茶を、熱いのでと記者に差し出す気遣いも見せてくれ、恐縮している記者に対して逆に僕も飲んでいいですかと微笑んでいたそう。ネットなどで交際を噂されていた A さんとお見受けしましたがと、再び交際についての話題に触れると、そこは僕は何とも言えないです、彼女は芸能界の方ではないので発表するつもりもないですし、事務所の方に聞いてもらえたら嬉しいかなって、ごめんなさい正直フライデーされるのは初めてのことで驚いていましてと回答。さらに彼女はエステに勤務するセラピストさんですかという質問には、いやエステではないですね、一般の方なのでそこは守ってあげたい、交際は長いですよね、そこもいろいろ問題が発生するのでと数々の質問にも答えてくれました。また親しくされている姿を何度か拝見しました、真剣交際で間違いないという質問にも、それはまあはい、あとは事務所にと交際を認め、さらに難しいですよね、どこまでどう答えていいのかわからなくて、ここで僕が変なことを言ってメンバーだったり支えてくれているファンの皆様だったりスタッフさんら関係者の方たちにご迷惑をかけてはいけないですし、でも
迷惑をかけていると思いますけど、と続けました。結婚も考えていらっしゃいますか、と今後の予定を聞かれると、まあ、後々はそういうことも、もう35歳になりましたし、そんな中途半端な気持ちではないということだけは知っておいてほしいかな、と最後まで真摯に答えてくれた横尾渉さん。その後の調べで2人の交際は4年に及び、相手は OL であることが判明しました。すんなりと交際を認めた横尾渉さんですが、先ほども述べたようにキスマイ、フット2の中では高い人気を誇るメンバーではないため、人気そのものには影響はないかもしれません。しかしそれでも彼はジャニーズ事務所に所属するアイドルです。交際をその場で認めたことに、ジャニーズ事務所は何を勝手なことをしてくれているのか、置かれている立場が分かっていないのかと、呆れているよう。しかも今年のキスマイ、フット2はデビュー10周年という節目の年です。来月にはベストアルバム、ベストオブキスマイ、フット2を発売する予定で、10周年にちなんだ活動が目白押しです。本人は交際を認めてしまっているものの、彼の交際はテレビ局では一切触れなかったために本人もネタにすることもできず、なんとも中途半端な状態になっているのも問題のようです。さらにジャニーズには、執念の呪い、というものもあります。山口達也さんが強制わいせつで書類送検され、TOKIO は25周年記念コンサートがなくなりました。SMAP も稲垣吾郎さんが公務執行妨害で現行犯逮捕され、活動自粛中に10周年を迎えています。さらに SMAP は25周年の年に分裂して解散をしたのです。ニュースも15周年の年に小山慶一郎さんと加藤茂明さんが未成年と飲酒していたことが発覚したりと、節目の年になると問題が起きるというジャニーズ。そんなこともあり、10周年というタイミングで交際を認めてしまったことに、何か起きるのでは、と不安視する声も少なくないのです。横尾渉さんがこのまま突っ走って結婚などと言い出したら、グループ脱退もあるんじゃないかと心配しているファンもいるのだとか。交際を認めるという、アイドルとしてはタブーと言われていたことをいとも簡単にしてしまった横尾渉さん。そんな彼の素直な性格が、今後の活動に吉と出るのか凶と出るのか、注目したいです。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価も、ぜひお願いします。